第6章去りゆく母。清盛はそういう母の姿に今気がついた。母の安子は病人のはずなのに、いつ治ったのか、または病を犯して起きてしまったのか、清掃しているのであった。例によって高価なおしろいを惜しげもなく厚く持ち、髪には香料を忍ばせ、眉をぼうと描いて、内にも20歳代の女性が着るようなあでやかなのを着すべらせている。これはただごとではない。いつもの喧嘩とは少し違う。母のよく言う別れる出て行くは毎度のことで、夫も子供らも驚かないことに決めているが、それはいつも争いの最後に出る脅迫で、こう冷静に初めから身支度までして言い出しているのは見たことがない。それと父の忠盛もすでに彼女の要求に承認を与えているような風が見える。清盛は急に老狽を感じた。憎みながら憎い母が自分の体と一つものだったことが血の中で響きを立てた。父上。うろたえの目を向け替えて、今度は父へにじり寄った。本当ですか？今母上がおっしゃった言葉は本当だ。そちたちには長い間悲しませたが、本当だからこれからはよかろう。どうして？清盛は鼻を詰まらせた。後ろへ来ていた弟の常盛がキュッと喉の奥で変な泣き声を飲んだからである。いけません、父上。今さらこんな大勢な兄弟どもを作りながら。清盛が父の自分へ向かって意見を言った。忠盛にはそれもおかしかったろうし、言い方もいかにも子供の言い分らしく父に聞こえたものと見え、思わず顔をほころばしてしまった。平太、良いのじゃよ。これで良いのだ。何が良いものですか？一体あとはどうなるんです？安子も幸せになろう。後のそちたちも帰ってよかろうというものだ。別段な騒動ではない。案ずるな。いや、常盛が申しますには、何やら私のことからと聞きました。もし平太が悪うござりましたら、どんなにでも謝ります。母上、小さい弟どもがかわいそうです。平太も以後はお心に沿うように努めます。どうか思い止まってください。清盛は詫び入った。この母にこんなにまで哀愁を感じるのが口惜しいし、不思議でもあったが、単なる感情とは別なものが彼をして苦しいまでそうさせた。労働の木之助は彼にも増して投獄していた。常盛も泣く、清盛も泣く。泣かないのは冷たい夫婦だけだった。うるさい、泣くな。と忠盛は三人を叱って、今日までは子たちのために何もかも忍んではきたが、おう、わしもわしの愚から覚めた。愚かしや平の忠盛も一人の女人に制せられて、20年の間我と我が心を患い通してしもうた。バカじゃったよ俺は。下手、お前のバカを俺は叱れん。持ち前の取りすまし方にじっと耐えていた安子は、忠盛が自重を発すると、ムカと顔に血を動かしてすぐ反発してきた。何ですかその笑い方は。私を笑ったのでしょう。ちゃんとお笑いなさい。いくらでも人をあざけり散らすがよい。上皇様が世にいらっしゃるうちは、いくらあなたでもこんなにまで私を恥ずかしめることはできなかったでしょうに。とはいえ私にはまだ上皇様のご在政の時に里親とお決めくだすった中御門様というものがついておりますよ。
覚えていらっしゃるがよ。と忠盛はなおさら笑って、中身門殿へはいずれご挨拶に出向く。良い女房を長の間忠盛ごときへお持たせおきくだされたと。よほも悪態を。と彼女はこれを最後の憎悪として焼き残すような瞳で忠盛をにらんだ。あなたこそこの私にたくさんな子を産ませながら、ただの一日でも晴れ晴れと妻の私を楽しませてくれたことがありますか。20年嫌で嫌でならなかったのを、ただこの愛に惹かれてこの屋敷にいただけなのです。ところがどこから聞いてきたか、平太と労働の木之助が夜明け方馬屋の陰でしきりと私の陰口を聞いているではございませんか。もったいなくも亡き上皇様の噂まで出していたのです。やれその頃の祇園の女房のもとへは夜な夜な忍びをが通っていたとか、それは八坂の悪僧の何がしであったとか、まるで見てでもいたように、木知事も言えば平太も言います。挙句の果て清盛の誠の父は一体誰なのかなどと、正気とも思えぬことを言い狂っている二人を、私はこの目とこの耳で突き止めた上での決心なのです。もうこんな屋敷には一日とていられません。子供にまで背かれてどうしていることができるものですか。やめよ、やめてくれ。その話は今朝からもう散々やり尽くした。木之助も呼びつけて胸痛むまでやり合った問題だ。果てしがない。よしてくれ。では証を立ててください。私の身の証を。だから先ほども言ったではないか。平太清盛は間違いなくわしとそなたの子供だと。平太、聞きましたか。と彼女は鋭く見て、聞きましたか。そこな労働の木之助も、そなたたちは滅相もない陰口を言いふらす人々ではある。白河の上皇様にご寵愛を受けたことは隠れもないにせよ、八坂の僧を忍び落としていたなどと、もう20年も昔の古事を一体誰が言い出したのでしょう。忠盛どもも知らぬと言い、父の木之助も知らぬと言い張る。平太や、そなたはまさか母の私へ嘘は言わないでしょう。言ってごらんなさい、その下手人を。私です。そのことなら誰でもない、この平太です。まあそなたですって。いやいや、このそなたが実の母の悪口を言い出すはずはありませぬ。そこな父であろうが。いや、自分に違いありません、母上。なんという目、その目は。そのことを正そうとしてはいけないでしょうか。畜生の子なら考えもいたしますまい。が、清盛は悲しいかな、人間の子でした。本当の父親は誰なのか、どうしても私は知りたい。あらわに、忠盛殿が今もそなた言ったではないか。お慈悲です、そのお言葉は。清盛はたとえ本当の男親なるものが分かっても、ここにおられる父上を父以外のものとは決していたしませんけれど、もうこうなってはあなた様へは正さずにおきません。清盛は不意に彼女の袖をつかまえた。そして夕べから涙にただれたまなじりを裂いて迫った。おっしゃい、あなたは知っている。私は誰の子だ。この子は気でも狂うたか。狂うたかもしれません。父上が世間に恥じてこう長い月日引きこもったのもあなたのためだ。あなたは父上の大事な若い月日を奪った恐ろしい目ぎつねだ。何です、母に向かって。ああ、ゆえに平太は無性にあなたが尺に触る。あなたが汚らわしいんだ、忌々しくて。あれ、私をそなたはどうする気です。殴らしてください。父上には殴れないんだ。20年もの間殴れずにいたんだ。平太、罰が
の罰が。今は昔でこそあれ、この安子はかりそめにも白川の君のご愛情に姫慈しまれた体ですよ。もし宮中にあれば妃行為とも崇められたかもしれないのです。それをこんなあられもない町屋敷へ妻にと貸しされてきたことを考えてみたがよい。その私に手を挙げたり恥ずかしめたりすることは取りも直さず、上皇様への反逆です、無礼です。我がことで許しはおきませんぞ。バカな、上皇がなんだ。不意に体中から出た彼の声が人々の耳をしびれるほど打った。いや、そればかりでなく、清盛の手のひらはピシャッと母なる彼女のほっぺたを力任せにはたき倒していた。平太様が気が狂うと、物に疲れたか和子様が暴れ出して、あれ、あの通りじゃ、早く来い早く。屋敷中の騒動とはなった。貧しくても先には地方の神まで務め、院の武者どころをも預けられていた忠盛である。食うや食わずも承知の上で、なお仕えている家の子労働は常に20〜30人はいた。中には木之助家定のせがれ平六家長もある。平六は父の木之助が今朝から奥へ呼びつけられたままなので、庭垣の外にうずくまり父の身を案じていた折だった。そこで真っ先に同輩たちを呼び立てながら、ただごとならぬ悲鳴、物音、知ったの場所まで一息に駆けつけてきた。が騒ぎは一瞬の間であったらしい。縁の上から丸び落ちた安子は、勾配の内着や白青の重ねも、またその黒髪も振り乱して大地にうつぶし、どうかしたのか、そのまま起きもしないのである。また少し離れたところには、清盛が肩で波を打ちながら父忠盛に腕首をつかまれていた。いかにも複雑な形相だった。阿修羅の像みたいに突っ立っている。この二つのものの間に常盛と木之助は呆然としていたが、召使いたちの足音がここへ集まってくるのを知ると、安子は蒼白な顔を地面からきっと上げて、おお、誰ぞ車を呼んできてたもれ。それから一人は里親の中帝殿まで走って、この手を告げてたも、口惜しい口惜しいと叫び続けた。すぐ町の車宿へ一人は走り、別の者は六条坊門の中帝家へかけた。忠盛は黙認していた。ほどなく牛車が来る。半病人のようになって彼女は召使いの背に追われた。そして炊事の外へ出て行った。そこでもひとしきり彼女の涙まじりの甲高い声やら、常盛以下の小さい子供らの泣き声がもつれもつれに聞こえていた。それにこらえつつ忠盛は清盛の腕首をいよいよ固く握りしめたまま、じっと二本の大木みたいに立ち続けていた。空には夕月があった。やがて牛車の輪音が鈍く重く炊事に沿った道をのろのろと遠のいていった。聞こえなくなった。平太と忠盛はやっと手を離した。くびられていた手首の動脈が突然血を放たれて、どっと体中に奔流した。清盛はこめかみに筋を見せて泣き出した。赤子のように手放しで泣き出した。その汚らしい泣き顔を忠盛は自分の懐へ抱え込んだ。そして彼の頭へゴシゴシと音のするばかり頬ずりを与えた。勝った、やっとわしはわしの具に今勝った。平太よ、勘弁せい。あれをそちに殴らしたほどわしは育児のない親だった。愚かな男親ではあった。だが
もう今までのような悲しみはさせないぞ。伊勢の忠盛の面目もこれからは振るうてみせる。責めるな、そう足を泣いて責めるな。父上、わかっています。父上のお気持ちは。かくてもそちはこの忠盛を父と呼んでくれるかやい。呼びます、呼ばしてください。父上、お父様。ほう、俺の子よ、俺のお父様。とがれてきた夕月の下は青い青い夜が過ぎだった。その遠くの方で木之助じじが歌うらしい子守歌が聞こえていた。